こんにちは、高崎宏之です。今日は今までもらってたコメントを返していきたいなというふうに思います。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。早速コメント返しということで始めていこうと思ってるんですけども、ベトナム移って2ヶ月ぐらい、はい、いかがですか、ベトナムの生活は。だいぶ気温も上がってきて、もうこんがり焼けてきて、ベトナムに染まってきたなっていう感じはします。確かにいい具合で焼けてますね。うん、めちゃめちゃ暑いんで最近は。で、最近コロナの影響でリーグが伸びたので、だいぶ2ブレーンをして追い込んでます。今日はですね、たくさんコメントいただきまして、サッカー編とベトナムでの生活編みたいな感じで分けていきたいと思います。まずはじめに、何よりも印象深いのは応援のコメントがめちゃめちゃ多かったというところなんですけども。でもコメントは全部見させてもらってますし、すごい皆さんが応援してくれるので、まだまだ頑張らないといけないなというふうに思います。動画の中にもありましたが、海外移籍への道のりは聞いてみたいです。ご家族の反応とかも聞いてみたいな。 あと YouTube ライブもやってほしいですというコメントです。そうですね、まあ急にこのベトナムの話が来て、まあ、最初は驚きもありましたけど、自分がチャレンジしてみたいっていう気持ちが大きくて、まあ、家族に相談しても、まあ、僕に任せるって形だったので、まあ、やっぱりすぐ決めました。もう本当に悩んでたんですけど、でもやっぱりもう本当挑戦したいっていう気持ちが一番強かったので、ベトナム移籍することに決めました。ディフを J2 に上げれなかった責任も感じてましたけど、次の選手に託して今年は何としても J2 に上がってもらいたいなっていうふうに思います。さすがっすね。高崎さんが海外移籍するっていうのを聞いて最初驚いたんですけど、いろいろ思いとかを聞いたら、なんか高崎さんらしいなっていうのは僕もすごく感じましたね。決断が早かった、そして何より。そうだね、早かったね、もう、うん、すぐだね。そうっすよね。まあ時間なかったっすもんね、とりあえず。もう時間もなかったし、まあそういうのはやっぱりもうあんま悩んでもしょうがないから、自分のしたいようにまできたらやりたいなと思ったから。ちなみにご家族の反応ということで、背中を押してくれたということだったんですけど。そうだね、まあでももう奥さんはもう任せるって言ってたんで、子供2人は育てるの大変だけど俺に任せるって一任してくれたから、まあ決断はしやすかったっていうのもあるね。お子さん会いたいですか。いや会いたいよ、そりゃ。いや会いたい、しかも女の子でしょ。まだ会ってないからさ、毎日写真送られてくるけどさ、会いたいよね。上の子もさ、めちゃめちゃ俺に懐いてくれたからさ、なんか最近電話してもなんかあんま全然ピンときてないみたいで。で、あとキューちゃんもいるでしょ。みんな会いたいよね。生まれてまだ一回も会ってないですもんね、お嬢さんに関してはね。そうだね。で、だから次会う時にはある程度ちょっと大きくなっちゃってるから、まあ、嫌われないように頑張らないと、ね、で YouTube ライブはなんか時間がある時とかやってみたいよね。あー、 YouTube ライブ、うん、あー確かに YouTube ライブ面白そうですね。ね、最近はもうクラブハウスは高崎宏之になってますけど、はい、クラブハウスね、やっぱ俺らのなんか寝る時間帯とさ、なんか時差時間あるからさ、はい、なんかちょうど寝る頃に聞くのちょうどいいんだよね。やっぱこっちまだ手が本当もう一回もつけてないからさ、から iPad でサッカー見たりとか YouTube 見たりとか、まあ、あとはちょっと英語の勉強したりとか。もうね、ベトナム語はね、え、英語勉強してるんですか。英語勉強してるよ、英語勉強してるよ。なんかちょっとらしくないといえばらしくないです。英語喋れればもう余裕でしょう。でも大学だって英米文学科ですよね。そうだよ、英語とスペイン語専攻してる。じゃあ余裕じゃないですか。余裕だよ。うおー、スペイン語で自己紹介してください。え？電波のせいかな？僕もサッカーをしています。ポジションは高崎選手と同じフォワードです。僕は今中1で小6からサッカーを始めました。シュートをすると当たりどころが悪く、遠蹴り、トーキックのことだと思います。遠蹴りみたいなバック回転がかかってしまいます。どうすれば高崎選手みたいな威力のあるシュートを打てますか？という質問です。やはりパワーあるシュートは憧れますよね。そうだね。シュート今でもやっぱりチームで 1,2 ぐらいの強さで打てるから、でもやっぱね、毎日ね打ち込むことだね。パスにしてもシュートにしても毎日やらないと上手くならないし、なんか弱いボールは蹴れるけど強いボールは練習しないと蹴れないってね、大学の時に口酸っぱく言われてて、だからもう大学の時はね、弱いシュート打ったら怒るぐらいもう強いシュートをずっと打ってたんで、多分そのおかげで強いシュート打てるようになったから、やっぱ毎日強いシュートを練習することだね。
ゴール決めに行くってところで結構意識されてることとかあるんですか？でもやっぱり、ね、大振りしたりじゃなくても本当インパクトの口で説明するの難しいよね。なんだろうね。もうミートすれば絶対強しとか行くの。ミートするのにやっぱあんまり力みすぎるとあのボールに力伝わらないから、なんていうんだろう、もうシャープにね、力強くっていうのが一番ね言葉では合ってるんだけど、ちょっと説明しづらいよね。でもそういうのもね、なんかね、後々ね、小さい子たちに教えたいなっていうふうに、なんかそういうことを伝えていきたいなっていうふうにはね思ってます。サッカー選手になってから自然と習慣づいたことってありますか？どうだろう、なんだろうね、もうずっと小学校からサッカーしかやってなかったから、まあ、そんな長期休みもなかったし、まあ、旅行もほぼ行ってないし、なんだろうな。でもあれじゃないですか、高崎さん、食事面で変わってることとかあるんじゃないですか？食べなくなったものとか、そういうものは変わってるところあるんじゃないですか？でもなんか揚げ物は極端に食わなくなったね。なんかとんかつとか、なんかフライ系はあんま食べないね。今まで何も変わってないのがルーティーンみたいになってるから、なんかそのルーティーンみたいのもなんか今度ね、なんかみんな見てみたいっていうからさ、撮ろうと思うんだけど、なんか一人だとさ、なんかさ嫌だよね。誰かがさ撮っててくれるんだったらいい。でも一人でむくって起きるのあり、絶対最初にむくって一回起きるだろ。で一回セット布団に入ってさ、そこからむくって起きるんだろ。いや恥ずかしいじゃん。でなんか歯磨いたりシャワー浴びたり飯食ったりするんでしょ？そうですよ。だから一日の高崎さんの流れをみんなに、俺こうやって生活してるよっていうのを教えればいいんですよ。教えるっていうか見せれば。今度やってみる？やってみましょうよ。面白そうなんで。いいと思います。で実はですね、次の質問もまさにこういう話なんですけども、高崎選手の試合前のルーティーンや試合前絶対やることってありますかっていう質問です。試合の日のなんか験担ぎみたいなのってあるんですか？試合の前の日はね、絶対生姜焼きか豚キムチだった。うちのあれは、ご飯は。もう何年もずっとそうだった。今もですか？去年、今年は単身赴任だからさ、そう、家にいる時の試合前は絶対豚キムチか生姜焼きで、験担ぎっていうか、まあ俺のなんか勝負飯だったね。験担ぎ、まあなんか、いろいろあるね。まあいろいろやってたね、日本にいる時。あれはあの手首に巻くやつは、手首に巻くやつ、テーピング。テーピングは俺手首、左手首2回骨折してるからさ。あれ験担ぎじゃないんですね。あれはもう怪我予防よ。もしフォワード以外のポジションをやるとしたらどこがいいですか？俺はもうフォワードかディフェンスしかできないし、この体だったら。ディフェンスとかってやってたんですか？いやいや、あでもね、小学校の時ね、ちょっとだけサイドバックやってた。ちょっとだけね。小3で小6の試合のサイドバックとかやってた。なんか足とか速かったからさ、昔はさ。50メートル何秒で走るんですか？何秒とか分かんないけど、まあ速い方だと思うよ。ディフェンスはね、まあ、センターバックだったら、頑張れば、ちょっと教えてもらえればできるかもしれない。わかんない。でもほらさ、難しいじゃん、どこやっても。そうですね。センターバックなんかめちゃめちゃ頭使いますから。そうそう、頭使ったりさ、なんか、昔からやってる人じゃないとできないとかさ、いろいろあるじゃん。まあでも、フォワードかセンターバックだな、フォワードじゃなかったら。2つ質問続いてるんで、そのまま読んじゃいます。今まで在籍したチームで高崎選手が選ぶベストイレブンが知りたいですというところと、試合中の外国人選手との会話は日本語ですかそれとも英語ですかというところです。まずベストイレブンなんですけども、ぜひ今度動画でいかがですか？そうだね、ちょっと俺それ言われてね、いろいろ考えてるから、ちょっと後でさ、また動画で今まで在籍してした人、してきたチームの中で、まあ、最低一人は選んで、はい、ベンチメンバーまで選んで。了解しました。じゃあそこはもうお楽しみということで、うん、で先ほど英語勉強されてるって話ではあったんですけども、基本的には英語でコミュニケーション取ってる感じですか？いやね、ほぼねブラジル人だったから、ポルトガル語で喋ってたよ。ポルトガル語って挨拶とかのサッカー用語ね。はいはい。でさ、日本にいるブラジルの人もさ、結構日本語わかってるから、でなんか難しいのはあの通訳の人入れてもらって喋ってたよ。けども試合中とかはその単語とかを並べていけば大体通じるから、まあ多分みんな頭いいんだと思う。今ベトナムでは英語ですか？ベトナム英語。ベトナム語ね、ほんと発音難しくてね、なんかちょっと発音違うだけで違う単語になっちゃうから全然通じない。本当に通じない。もうボディーランゲージで行くしかないですね、そしたら。うん、なんか英語もね、分かってる選手分かってない選手いるから、
やっぱり本当ジェスチャーとかが一番多いね。多分竹崎さんが出場したアウェーでの試合の写真を見てだと思うんですけども、スタメンの写真のやつ平均身長高すぎじゃないですかっていう質問です。ベトナムの選手たち結構身長高いんですか？いやいや全然高くない。多分俺の横にいたのが多分メロで190ぐらいあるのかな、フォワードの人で、はいはいはい、あとセンターバックのブラジル人が、まあ、185ぐらい で大きいの3人ぐらいだと思うんだよね。ベトナムの選手結構身長低いなって印象がもともとあったんですけど、身長低くてね、やっぱねちょっと華奢だよね。だからね逆にね体軽そう、走っててもなんか小回り効くっていうか、そう俊敏系が多いね、やっぱり。じゃあやっぱりベトナムと日本じゃサッカーのスタイルも全然変わってくるってことですね。そうだね、まあ今のところ外人枠が3枠あってフォワードとディフェンスが主にいるから、まあ、結構やっぱその選手中心なチームが多いよ。もう2トップでバーって攻めてっちゃうチームとか、その一人センターバックがいて、そいつが全部跳ね返しちゃうとか、まあ、結構そういうチームスタイルのところが多い。あと2つです。何歳までサッカーを続けたいとかはありますか？いや、やっぱりやれるだけやりたいけどね。もうやれるだけやりたいけどさ、やっぱ今、ほら同級生とか上の人とかさ、みんなオファーがなくて辞めちゃったりとかさ、なんかいろいろあって、なんか少し寂しい部分もあって、なんかそれに負けたくないなっていう気持ちは強いけど、でもやっぱり求められるところで全力でやれることが一番だと思うから、まあ、求められるうちは頑張りたいなっていうふうには思ってます。いやでも高崎さんならなんかね、頑張れるところまで頑張ってやれそうですけどね。まあまあボロボロだから、みんなもほらもうこの年でっていうか、まあまだ俺とかさ、俺より上の人たちはさ、みんなどっかしら痛いとか絶対あるはずで、それをケアしながらさのが多分ね、本当ねすごいことだと思うよ。この前スパイク紹介とかでも足首みたいな話、手術したとかって話があったと思うんですけど、慢性的に痛いとかは今はないんですか？今はやっぱ首とかかな。首とか目とか。ヘディングすると目も痛いんだ。目も痛い、やっぱね。やっぱ俺聞いた話だとやっぱトゥーリョさんとか、その那須大輔さん、まあ、直接は聞いたはないけど、やっぱねヘディングやりすぎて、もう本当やっぱり目とかに影響は出てたっていう話は聞くよ。やっぱそれだけあれなんじゃない、振動とかやっぱそういう競り合いの中のダメージが大きいってことですよね、きっと。ダメージ大きいよ。だって俺もだってずっと大学病院で検査してるもん、毎年。俺が仕事でストロングだからね、ストロングなところでさ仕事にしてるから、もうやらなくなったらもうやめた方がいいって感じじゃん。売りでさやってるわけだから、まあやれるとこまでやらないとね。今度はスタジアム周辺の様子やチケット売り場なんかの様子を教えてください。スタジアム情報を特に現地にいる日本の方とかがちょっと近寄りがたいみたいな印象があるみたいですね。チケットはね多分ね1枚ね500円とかに250円で売ってんだよね。でどうやって入ってるのちょっと分かんないな。ちょっとメンバー外れた時とか行ってみようか。そうですね、ぜひなんか雰囲気感じれるかなっていう、ね。確かにそうですよね。観客席とかでよく撮影してるシーンとかありますけど、ましてや外国の地でチケットどうやって買ってみたいな話とか見てみるのもちょっと楽しそうですね。でもね、選手とね、お客さん動線一緒なんだよ。そうなんですか？そう。普通になんか入場してくとこからお客さんもこうやって歩いてくるから。へぇー。そのメインスタンドはね、ほぼ動線一緒。みんな。そうなんだ。たまにトイレとか一緒になるもん。日本じゃあんまありえないけどね。ありえないですね。いやでもそれがまたベトナムらしさってことなんですね。そうだね。美味しいですね、ベトナム料理は。ちなみに今のところおすすめとかありますか？おすすめやっぱだな。納豆も1パック300円とか。あ、でもね、俺ね、パスタはね、うまいと思うよ。